どうも、弟のせやです。妻のなるみです。今日は女性の帯結び、文庫結びをご紹介していきたいと思います。帯はこちらを使っていきます。で、右手に持ってる方が手、左手に持ってる方がタレと言います。で、タレを落として手の方を持って巻いていきます。まずは縦に半分に折っていきます。それを肩にかけます。文庫結びの場合は、だいたい肩甲骨あたりに手の先が来るようにしてください。これで巻いていきます。で、帯を巻く位置で帯を押さえてあげて、ここで三角形を作ります。でここの三角形をしっかり持っててあげると崩れづらいので注意してください。でこれのまま2周巻いていきます。はい、2周巻きましたら一番下の帯を押さえたままギュッと締めていきます。そしたら今巻いてきた帯を下から上に折り上げていきます。でここで結び目を作っていきます。手を前に下ろしてあげて、で下から手を折り上げます。この時にしっかりとギュッと結ぶようにしましょう。タレの方を持ってあげて、肩幅の長さを持ってあげて、ここから蛇腹折りをしていきます。はい、そうしましたらこの帯の真ん中部分を先ほどの結び目の上に置きます。でここでリボンを作っていきます。真ん中を谷折りにして上下に山折りを作ります。はい、そうしましたら毛先を持ってあげて下から結んでいきます。でこの時にここが中心となるようにバランスをとってあげてください。で余った手を帯の中にしまっていきます。で下に出てきた手をぐるぐると丸めていきます。丸めた帯はこのリボンの下にしまうようにしてください。そうするとリボンをしっかり支えてくれるのでリボンが落ちづらくなります。先ほど蛇腹折りにしてるので羽が下にある状態です。これを自由にアレンジしていただいて構いません。シンプルにしたいならそのままリボンのままでいいと思うんですけれども、ちょっと華やかにしたい場合は羽をこうやって広げてあげることでアレンジができます。そしたら結び目を後ろにしたいので時計回りで後ろに回していきます。その時に一番下の帯からしっかり回すようにしてください。これで完成です。こんな感じですね。こうやって華やかになるのがいいかなと思います。はい、これが文庫結びになります。